ジムニーライフスタイル Vlog のゆうすけです。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではジムニーとのライフスタイルを Vlog 形式で発信しています。今回は以前取り付けたロトパックス風のタンクのベースを改良する動画となります。以前の取り付け動画をまだ見ていない方は先にこちらを見ていただくと分かりやすいかと思います。タンクの取り付け方の参考になれば嬉しいです。今回はこの2点を軸にベースプレートを作ってタンクを取り付けていこうという作戦です。長いベースになるステイが見つからなかったのでこちらを2本買いました。固定する車体の2つの穴の距離が 52cm なのでこの2つを連結して取り付けます。前回のゴム板と同じくナットが車体に当たらないように緩衝材を入れていきます。後ろに両面テープが付いているものを選びました。2つのステイをつなげる短いステイです。ボルトは短いのと長いのを2つ購入しました。すべてカインズで購入して値段は1000円もいかないくらいでした。まずは2つのステイをつなげていきます。こんな感じでつなげていきます。このボルトでつなげる予定だったのですが、サイズが合わなかったので再びカインズで再度こちらを購入しました。今回は大丈夫そうです。つなげていきます。片方をドライバーで押さえて締めていきます。いいでしょう。次はつなげたステイにこのタンクのブラケットをつけます。後で微調整するので大体の位置で固定していきます。こんな感じで仮止めできたので緩衝材を貼り付けていきます。ボルトの周辺4箇所につけていこうと思います。ステイの幅を測ってカットしていきます。こんな感じでガシガシ貼っていきます。ベースは完成したので、このボルトで車体に固定していきます。こんな感じで仮で場所を決めていきます。まずこの真ん中の緩衝材の位置が大幅にずれていて変更していきます。車体と当たるこの2箇所にずらしていきます。こんな感じでずらしたので
まあ、とりあえずいいかなと思います。位置がだいたい決まったのでボルトを締めていきます。反対側も固定していきます。ステーにはしっかりついているのですが、ぐらつきがかなり気になります。緩衝材を入れて様子を見ていきます。とりあえずついたのでタンクを固定していきます。まだ揺れがあるのでタンクの下側にも緩衝材を敷いて様子を見てみます。やはり下側も固定しないと走っている最中に縦に激しく揺れてしまいそうです。ということで危ないので外すことにしました。4点止めするには車体に穴を開けるかいろいろ検討しなければいけません。とりあえずせっかく作ってもったいないのでランプでもかけておこうと思います。もし何かいいアイデアがありましたらコメント欄でご教授いただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。